はい、めっちゃ時間かかって着きました、コロンビア。いや、時間かかったわ。乗ってきたからね、155ドルチップも上げなきゃいけないかなと。あ、書いてある。 Welcome to Columbia University。 書いてありますね。あ、こんにちは。はい、大変でした。はい、来ました、なんとか。ここ来たことないですか？はい、来たことないです。最近までずっとここ工事してて。あ、そうだったんですね。大きなステージができてたんだけど、はいはいはい、今日来たらなくなってて。あ、そうなんですね。丸まってたんだ。ずっと工事してるから。あ、この画面が撮れなかったわけなんですね。薄いアノマル。アノマルなんです。薄いなんです。外で飲んじゃいけないですからね、当然。うん、逮捕される。外国の人って日本に来ると外でね、飲むもんね。あれをやりたい。でも犯罪をできるっていう喜びっていうのでね、電車の中とかでわざと酒飲んだりとか、横断歩道渡りながらわざと飲んだりとかするんですよ。なんか面白いよね。こっちではキャンパス内で草吸ってる人とかいるけど、それはいいんだみたいな。そうなんですよね。寮とかも一応ニューヨーク州の法律が OK になったから、うん、ダメにできないじゃないですか、うんうん、だからでも禁煙だから一応、うん、あ、なるほど。スモークじゃないやつならいいらしい。うーん、チョコレートに入ってるやつとかブラウニーとかね。そうそう、ああいうのはいいってわざわざ私が来たらしい。日本人も一応国外出てダメですからね。ダメですよ、はい、授業大変ですか？大変だけど、うん、楽しい。あ、楽しい。私すごい楽しんでると思う。で、夏に言語プログラムに参加したんですよ、はい、で言語プログラムって言っても、なんかびっくりするぐらいみんなペラペラで喋れる。おい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 。え、なんであなたたちはここにいるの聞いたぐらい。言語プログラムってできない人のためじゃん、普通に考えたら。英語はできない人たちのためのランゴイッチプログラムみたいな。そうね、補習というか ESL のそうですね、はい、あの準備で来るから、うん。そしたら本当本人たちも、いや自分たちだって来たくなかったと。なんかもう英語できるから。ああ、なるほど。だけどそのコンディショナルでここに、はい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 、このプログラムに参加することを条件に合格もらってるから、うん、僕たちはチョイスがなかったの、うん、いますね、コンディショナルの人たち。中国人が全員コンディショナルだった。へえ、ペラペラの人も。へえ、国籍でもコンディショナルだった。いや、国籍何なんだろう、まあ、トフル頑張っといてよかったなって今すごい思ってる。ネイティブ同士が喋ってる中に入っちゃうともう早すぎて何の話してんだろうみたいになっちゃうけど、でもやっぱり伝わる意思疎通は全然できるから授業でも発言できるし、それは大事ですよ。やっぱ本当のトフルの目的はそれですから。そうですよね。インチキしてで取って実際喋れない聞こえないじゃダメなんで。そうですよね。だからトフルの100点を目指してたうちに気づいたらめちゃめちゃレベルアップしてたんだなっていうのが学校始まってすごい実感してますね、うん、その通りです。それがベスト。私中高時代合コンしまくってたんですよ。うん、うん、で知らない人と会話するの得意なんですよ。あ、なるほど。どんなタイプでもいける、うん、まあなんかあんまりにもこう攻撃的だとあれだけど、うんうん、そんな人もあんまりないじゃん。だからそれは言語の壁を越えるんだなっていうことを感じてます。最近それも大事ですね、うん、めっちゃ私喋りかけるもん、知らない人に。あの何人でも。さすが、さすが。なんか友達は急速にできてますね。僕は日本では一切やらない。なんで？いや、喋りかけるとかしないですね。言語を変えれば大丈夫です。英語を喋るときは全然なんか人格変わる系ですか？はい、はい。あ、やっぱりそうなんだ。全然大丈夫です。韓国語を喋るときだったら全然大丈夫です。かっこいい。韓国人たちに話しかけに行きます。じゃあ日本語を喋ってるときが一番不無償なんだ。そうですね。さすがにカメラが回るとスイッチは入れますけど、ね、ガッと。じゃあ今カメラ回ってなかったら全然喋んない？そんなことはない。二人だけの空間で全然喋らないとかそんなのはやんないです。教えるときとかスイッチ入る。なるほど、先生だね。先生、あ、そう、先生の勉強ではあるわ。教育。あ、そうですね、まあ、先生、まあ、私が先生になるかは分かんないけど、そうですね、先生がいっぱいいますから、その時。やっぱりそうですよね、うん、あなたの国の教育はどんなことしてんの、うんうん、とか、
日本の教育はこうだよっていうと、アジアの国はうちもだよってすごい近い、ね、やっぱり、はいはい、だけど他の国の人たちに言うとびっくりされるし、ね、へーって感じ。まあグラマートランスレーションですし、うん、SVOC ですし、そうですし、そうです、そうですし、本当に中国韓国人は理解できますけど他は全く何ってなりますか。中国も SVOC やりますね。あ、やるんだ。行きます。そっかそっか。英語話者の人でも、うん、トフルの点数とかそんなに高くなかったりするもんね。そうですね。リーディングとライティングができなかったりするんですよね。はいはい、まあ、僕らも論文こんなうまく書けるかって言ったら、まあ確かに違う。確かに。私の大学院の修士論文すごい読みやすい。おお、なるほどね。なるほど、ね、難しい言葉知らないから。そういうのもあるんで。ニューヨークの人とさ、ロサンゼルスの人とかってお互いを敵対視してるっていう YouTube よく出てくるじゃないですか。 あれ本当？バカにし合いますよ ね。キャンパスですぐに分かるのも圧倒的にやっぱアジア人の比率です。へえ。やっぱり比率が全然違う。こっちの方が少ないです。アジアが少ない。これでもまだ少ないんだ。はい、もうカリフォルニア行ったらやっぱマジョリティが逆になるんでね。で、黒人の率がめちゃくちゃ低い。あ、チワ？へぇ、そうなんだ。そうか、あったかいからっていうので格好も違いますね。今日なんかは特にパーカー率もめっちゃ少ないなって思います。あ、チワパーカーが多いの。パーカー多いですね。おしゃれな人は多い？西の方が。東の方が多いんじゃないですか、イメージ的には。まあ、あっちはもうなんかデニムのショーパンに T シャツみたいな感じになる。そういうのが多いです、ね。はい、ハワディカハワディカじゃない。挨拶。え、あ、今タイの挨拶しました。今のも中国人。なんでサワディカーで。サヤカって言ったのかな。サヤカって言ったの。サヤカサヤカをサワディカーだと思った。タイの人なのかなと思った。全然違う挨拶しました。言語プログラムが一緒だ。あ、そうですね。言語プログラムはいろんな大学院の人が集まってたから。あ、教育大学院は私だけだったの。お、なるほど。他はもうだからみんなこっちのキャンパスで勉強してる。はい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 。今日何のイベントがあるの。今日は何だったかな。なんか今まだオリエンの時期なので。はいはい、そうですね。追いかけるってなんていうの。チェイス。チェイス、あの後で行くっていうの。キャッチアップ。あ、キャッチアップ。あ、キャッチアップ。あ、キャッチアップ。そうですね。そういう意味ですね、追いかけるこうやって追いかけるだけじゃない。物理的に追いかけるんじゃない。新入生が友達ができるように、はいはい、いろんなこの大学側がいろんなイベントを主催してて、ほうほうほう、それのうちの一つに行かなきゃいけない。なるほど、なるほど。行けないんだけど、はい、もう本当に日本の人が誰もいない。いないよ、本当にいないよ。やっぱり留学生がいないっていう時代なんですよ、本当に。でもさ、日本の人ってさ、興味があってもちょっと敷居が高いじゃないですか、うん、あんま行ってる人がいないから。興味ある人は挑戦してほしいよね。まあ、でもさ、高すぎますね。今ね、ちょっとあんまり押せない。そうそうそう、うん、本当にそう。大富豪のご令嬢とかご子息じゃないと。私はまだ社会人だからさ、自分で何とかできたけど、まあ、奨学金ももらえたし。ただこれ奨学金もらえなかったら気がするんですよ。留学すると、うん、旦那さんなんかスパウスビザじゃないですけど、なんかそういう。F2? はいはいはい。 F1 と F2 の同伴者。へえ、F2 なんていうのがあるんだ。なるほど。 F2 で、そう、 F1 と F2 なわけですね、うん、だから僕はこっちで働けない。ああ、そっか、そうだそうだ、うん、F2 だと働けないですね。その円で稼ぐのは勝手にしてって感じ。ああ、へえ、日本の企業で、はいはいはい、でこっちで例えばウェイトレスとかやっちゃダメ。はい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 、はい、主人はウェイトレスはできない。そうか、ウェイターかな。ウェイトレスウェイトレスっても言っちゃいけないんだっけ。ああ、まあ別に。それは一応サーバーって言葉はありますけど、あんまり日本の辞書に載ってない。ああ、そうなんだ。サーバーの意味が。夜景を撮るのが好き。いろんな意外ですね。そういうの興味なさそうなのに。いろんな国の。あ、そうなんだね。なんか意外ですね。意外。タワーに登って夜景を撮るみたいなのを必ず海外旅行したらやる。森哲さんといえば寝癖ですけど。そうですね。慶応入学校に入って一番最初に生徒に質問されたのが、あの寝癖は本物ですか。どうやって逆につけるのってね、逆に。いや、セットしてないから。あ、YouTube とか。そうですよ。あ、すごい話しかけられた。入ります？
ぜひ、なんかやってますか。日本人の方です。4分の1日本人。あ、コーラル、ね、あのリーガルの。そうそうそう、いやーリーガルで通ってますからね。はい、知ってます。知ってるんだ。そう、見てて。住んでたのは日本と両方住んでたんですか。大学は、はい、日本。どのダーシエですか。ジョーチエダーシエ。あー、ジョーチエ、はい、はいはいはい。シャンチーとかダーシエ大学です。あー、何カ国語喋れるの。すごいな、ソフィア有名人あってソフィアダーシエ。いえいえいえ。いや、なんかめっちゃ見てましたよ。名前はニーダミンツ。ティムっていう。ティム、はい、頑張って、チャイオ。はい、チャオじゃない、じゃあよ頑張れです。じゃあよ、ちゃんと見てね、うちのチャンネル。はいはいはい。再チン。本当に中国人の方がビリギャル知っててびっくりしてる。すごい。いや、もう知ってる人やっぱ知ってました。知ってますよね。やっぱり知ってました。中国の人聞いたら、やっぱ若い子がさ、すごい知ってる。タイトル違うじゃないですか。タイトル違う、ね、なんか底辺の女の子。そうそうそう、ビリギャルって言っても分かんないですけど、うんうん、中国人たち、その中国のタイトル別に、ああ、ああ、これね。有村架純ちゃんがね、中国でも人気だから。人気ですからね。電車乗ってたら、中国人に話しかけられて、勉強がすごい苦手で、うん、プレッシャーがすごいじゃん、中国人の方々も。そうですね、すごいっすよ。で、それで病んじゃう人の差がたくさんいるんだろう。で、そのうちの一人だったんだけど、ビリギャル見て、めちゃめちゃ勇気もらって、日本に行こうと思って、慶応に留学したって言ってました。すごいじゃないですか、慶応の知名度を上げるのになってると。慶応の知名度が低すぎるんで、中国って。早稲田の方が、ね、そう、早稲田が一番なんです。一番、一番です。東大、早稲田、それをただの。そうだよね、そう。大学は東京と早稲田とその他。国家主席たちが留学してたから、だからそうなんだ。それで圧倒的になんか2人すごい有名な人が出てる。来ますもん、毎年。どうしても早稲田に入りたいんで、なんとかしてくださいっていう中国人から来ますからね、メッセージ。慶応って言って分かんないけど、ビリギャルがいたとこって言ったら分かるって言ってました。ああ、そこかみたいな。中国行った時はいつも東大って言います。慶応って言っても誰も分かってくんないんで。はあみたいな。面白い。でも早稲田って言ったらみんなうわー。面白いね。早稲田に行くためだけの、その中国人たちの留学生用の学校とかありますからね。そうなんだ。早稲田用の。慶応もっと頑張ってほしいです。そうっす。この間も名古屋大に通ってた子は、やっぱり早稲田じゃなきゃって言って、早稲田に入り直してました。いや、名古屋大でいいから。いいよね。十分いい。むしろそちらの方が。それぐらい早稲田っていう知名度はすごい。中国で？中国での知名度はとんでもないですよ。中国でビジネスしたきゃ早稲田行け。早くマジでもっと喋りたい。本当に、まあ、そうですね、喋れるようになると楽しくなりますしね、うん、クラスもっと。あと聞き取れ、せめて早く聞き取りたい、もう完璧に。人が大好きだから、うんうん、人と喋るのが好きだから、うん、意思疎通ができないと本当にきつらい。そう、本当そうです。友達とかが冗談とか言うじゃないですか、はいはい、冗談だっていうことが分かんないと。あ、それは経験しました。めちゃめちゃ経験しました。辛くない？辛かった。なんか冗談言ってんのに、なはとか言ってなる。そう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 なっちゃうのがね。家に帰って、あれ冗談だったんだってなるのが辛い。サーカズムの国なんで、サーカスティックに言うのでいっぱい。それがね、ちょっと分かりづらい、まだ。それをリテラルに捉えちゃうとダメなんで。なんか今私間違ったこと言ったかなみたいな本当になっちゃう、うん、例えば褒めてる言葉はけなしてる言葉だったりするんで、はあ、そこを逆に捉えちゃうと、そこで Thank you とか言っちゃうと、この人なんだ、バカにしたのに俺言われちゃったんだけどみたいな。気をつけなきゃいけないし、でも大変なんですよ。分かんないときはとりあえず笑ってるから。注文だってね、大変ですからね。僕だって注文してる動画ね、ちょっと開けただけですごいすごいみたいにいっぱい書かれて、こんなのですごいなんだ。もう今 YouTube ですか、ニューヨーク来て買ってる動画とか上げてるんで、こんなの聞き取れるの、あ、早いもんね、分かるの、みんなね、分かるわって何年いたと思ってたって意識してないし全然そうなりたい、私も早く。2年前に英語を本気で勉強し始めて、ね、ここにいるって結構感動ものじゃないですか。すごいですよ。私本当オリエンで泣いたもん、もうなんかオリエンで泣いてるの私だけだと今のトフルの見てますから点数の推移をどれだけすごいかはよくわかるんで。いや、マジでよく来てるよ、私ここにって思ってる。誰よりもできないけど、私より英語できないなって人本当に誰もいないけど、うん、多分一番楽しんでると。それ大事です、うん、すごい楽しい。いろんな国の友達ができるの、うん、本当に楽しい。
し、そうそうそう、本当そう、マジで学びが多いですね。